ああ、ようやく見つかった。いつまで経っても外に出てこないから心配したよ。僕はアールマティ騎士団に勤めているサージェス・アルグレンという者だ。よろしく。君があんまりにも遅いんで、何かあったんじゃないかと思って探しに来たんだよ。ああ、他の受験者はとっくに外に出ているよ。ああ、ご明察通りになると思う。でも一体どうしたんだ？道に迷ってでもいたのか？地図に載っていない道？まさか。地図には道がちゃんと全部書いてあったはずだ。隠し壁？そんなものがこの迷宮に？ああ。そんなはずは、この迷宮はすでに調べ尽くされているんだ。今さら隠し壁だのなんだの見つかるわけがない。ドラゴン？それはまさか叙事詩とかに出てくるようなドラゴンか？まさかそれがこの中に出てきたとかいうつもりじゃ。この子どこにいる？何を言っているんだ君は。あいにくと君が指さす方向には何も。ルー。いや、僕には何も。ルー。大丈夫か君は。ジオ。でも気にすることはないよ。極度の緊張と不安で幻覚を見るのは、よくとまでは言わなくてもそれなりにはあることだ。特にこんな迷宮内では余計に。だったらサキバスの仕業なのかもしれない。ムマのことだよ。女の姿をして男に幻覚を見せるという。大丈夫だ。僕はこのくらいでは動じない。で、ああ。でも君はちゃんとザムを手に入れたんだね。こんなに遅くなければ可能性はあったのに本当に惜しい。これは一体。一体これは何の動物だろう。ミルカという名が刻まれているようだが。どうした？驚いた声を出して。どうも事情がよくわからないな。第一、こんなものは見たことがない。フィーガーディアというわけではなさそうだが、かといって。ああ、今拒まれたのか。一体何なんだこれは。
でもどうして君はこれを手に入れることができたんだ。まあいい、この話は君がもっと落ち着いてから改めてするとしよう。今はだいぶ錯乱しているようだから、とりあえず今は早く外に出てくれ。いいね。先日のマルクス・トリデにおいての戦闘の件ですね。その件に関してはすでに聖騎士公リエンからお話を伺っております。何でも敗走する羽目になったとか。それにフシャスラ騎士団の半数にも上る者が負傷いたしました。戦死した者は歩兵隊も合わせますと実に数万という数に。そしてこれで川向こうの領地は全てボルド王国のものになってしまったわけですね。参りましたね。まさかこれほどの勢いで進軍してくるとは。オクタビア様、彼らの勢いは日々増しております。おそらくこのままでは。このままでは何ですか。まさか
304年にもおける我が国の統治が崩れ去るとでも。たかだか数年です。現にたかだか数年で、あの国は300年もの歴史を築いた我が国の領土に踏み入り、それを己のものとしています。ですから、それは決してありえないことではありません。ユリシア様、あなたがそんな気弱なことでどうするのですか。第37代ロワーナ教国王であられるあなたは。申し訳ありません。ユリシア様、我々は何としてでもボルドを止めなければなりません。そしてこれ以上我が国の領地を蹂躙することはまかりならんと身をもって教えるのです。はい、神よ、慈悲深き神よ、どうかあなたの敬虔なる塔をお守りください。どうか神よ。何をやっている貴様は。遅れてきた分際で人の体に触るな。まったく、いつまでも戻ってこないから心配して待っていてやったというのに、その仕打ちか。受験者全員の安否を確認することが私の務めだからな。別にそんなことは気にしなくていい。務めは務めだ。それより一体どうしたんだ。ずっと道に迷っていたのか。わからないやつだな。こんな時間になるまでずっと迷っていただなんて。普通は遅くとも数刻程度で戻ってきているというのに。笑ってる場合ではない。時間だけで言うのなら、お前は騎士団創設以来最低の成績を残したのだから。不名誉の間違いだろ。まったく。それと酷なようだが、結果には期待しない方がいい。もう自分自身でも分かっているだろうがな。ルー、ルー、ルー、ルー。話していたんだ。それだけ今はショックを受けているということかもしれないが、まだ完全に落ちたと決まったわけではないのだから、あまり落ち込むな。それはそうだが、そうだ、アスリジェルド、最終試験まで残った者は叙任式への出席を許されているぞ。つまりは宮殿内に入れるということだ。Mm-hmm.
く。私はこれで。なんだ。サージェス。そいつだと。一体貴様は何様のつもりだ。団長のことを呼び捨てに、挙句の果てにそいつ呼ばわりするとは、どういう猟犬だと私は言いたいのだ。まさか知らなかったのか。それはそうだが、名前を聞いた時点でそれぐらい気づけ。普通は自分の志望する騎士団の下調べくらいするものだろう。興味がないだけで済まされることか。それより団長だと分かった以上は、今後態度に気をつけるようにな。そうだとしても、上司に対して敬意を払うのは当然のことだろう。我が騎士団に入団したわけではないのだからな。そうである以上、私がうるさく言うこともないだろう。ではな。今後はもう二度と会わないことを神に祈る。